だから例えば自分が7割取れる問題であったとしても、こっから頑張っても8割しか取れないっていう可能性もあるわけなんですよ。でも、ここの問題だったら満点取れるかもみたいなのがあると思うんですよね。なるほどなるほど。だから基本的に武田塾チャンネル、もう12月か、年末か、ね、最後の追い込みの時間ですね。もう、はい、みんな焦ってますね。はい、だもね、最後だからこそ後悔ないようにね、はい、しっかりやりきって、はい、もう完全燃焼して受験を終わらせてほしいですよね。そうですね、僕もここから逆転したんで、はい、まだみんな諦めなよ。そうですね、はい、ぜひ。でもしね、最後何やるか悩んでるようであれば、ぜひ相談してもらえようと思いますので、はい、そんな受験生の相談に答えるこの番組は、はい、受験相談 SOS。 はい、先生、はい、今回の質問は何ですか。今回の質問はですね、うん、合格最低点が7割の場合、うん、得意科目で何割稼いで、苦手科目は何割を目指せば理想でしょうかと、うん、配点にもよると思いますが目安を知りたいですという質問が来ています、うん、なるほどね、うん、例えばね、満点取れるような試験だったらそれは満点狙いに行った方がいいと思うんですよ、はい、だけど例えばその、まあ、上智なんかがそうなんだけど、明らか取れないだろこれみたいな問題が出るような大学の問題っていうのがあるんですよ。そしたら取れるマックスっていうのは、はい、その入試問題によって決まってくるんですよね。うん、だから例えば自分が7割取れる問題であったとしても、こっから頑張っても8割しか取れないっていう可能性もあるわけなんですよ。でもここの問題だったら満点取れるかもみたいなのがあると思うんですよね。なるほど、だから基本的に稼ぎたい点数っていうのはその入試問題取れるマックスなんですよ。捨て問をこれ無理だろって問題を除いて取れる問題の上限を狙いに行くと。それが8割なのか9割なのか10割なのか、例えば7割も最低点なんですよね、うん、は問題と、まあ、本人の実力にもよるけど、それが本気でちゃんとやったら何割取れるのかなって元に稼げる点数を見ていった方がいい。なるほど、うん、なので、まあ、過去問を分析して実際自分が絶対無理だっていうのを除いて何割なのかっていうのを知るっていうところですかね、うん、はい、でじゃあ苦手科目はって言ったら、はい、これは基本的にはマイナス1割です。マイナス1割ぐらいじゃないと、特に点数調整されるところだとめちゃめちゃ不利になるんで、標準化、標準化、あれは結局平均点から離れると大惨事になるじゃないですか。そうですね、うん、苦手科目でも最低平均ぐらいのところでなんとか我慢しておきたいと、まあ、最低点のマイナス1割っていうよりは平均点のマイナス1割とか合格者平均のマイナス1割ぐらいは取っておきたいぐらいですかね。じゃないとその結構辛いかなと。基本やっぱり全科目トータルで全部合格点取れる人が強いんですよ、やっぱ入試って。そうですよね、理想はそれですよね、もちろん。でさらに言うと、有利な人でもそこまで有利にはならないことがやっぱ多いわけですね。結局まあどれか一つ突き抜けてどれか一つ全然ダメっていうよりも、まあ、ある程度まんべんなくの人の方が強いっていうことですよね。上乗せできてね1割だと思うんですよ大体の人は。だってみんな同じようなレベルなんだから基本的に。そうですね、志望校を、ね、下げない限りはさ、自分だけ突出してその科目ができるなんていうのはやっぱそんなにないわけですよね。確かに他の人よりも多少はできることはあってもめちゃめちゃできるっていうのはやっぱあんまないから、ってなるとやっぱそこまで稼げることはないかなと思うから、理想は取れるだけ取るだけど、多分マックス取れてプラス1割、本当にめちゃめちゃできてプラス2割ぐらいだと思ってたらいいかなっていう。なるほどなるほど、ところですかね、はい、そういった形で分析して、うん、苦手科目平均のマイナス1割を目指してやってくれればいいと思います。はい、はい、では今回の質問は以上です。はい、武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらから最寄りの校舎探してみてください。そしてですね、私中森が宿題のペース管理をして生放送でその結果を読み上げるスタジオコース毎週火曜日やっております。詳細こちらからよかったら見てみてください。そして、武田塾チャンネルですね、チャンネル登録募集しております。よかったら登録をお願いします。